日本山梨県南駒郡早川町、赤沢赤沢地区より七面山を望む赤沢は、山梨県南駒郡早川町にある集落。日蓮州の総本山である、美信山と、同じく、日蓮州の霊山である七面山とに参拝する、客の宿場として栄えた。集落は、重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。 郵便番号は四4九の二七三三。旧斜面の山腹に形成された赤沢宿、高住宿の一つ、江戸屋高住宿の一つ、大阪屋高住宿の軒下には、マネギートと呼ばれる、各地から訪れる高住の名前を記した板が、掲げられている。赤沢宿は、山梨県南西部の早川町南部、南アルプスの南東端に位置し、富士川の支流である早川の、 さらに支流、斜面山に源を持つ春、木川右岸の標高500から600メートルにかけての急斜面山腹に集落を形成している。東に、三延山、春木川を挟んで西に斜面山など1000メートル級の山々に囲まれ、後日する三延山から斜面山参拝へ向かう参拝ルートの中間に位置している。本来このような急斜面の地形の土地に集落が、 形成されることは少ないが、江戸期に参拝客の増加に伴い工場宿と呼ばれる宿泊施設や参拝に関連した制御が営まれたことによって他に例を見ない集落形態を作った。重要伝統的建造物群保存地区として選定された現在でも集落へ向かう車道は山肌を這うような見通しの悪い狭い道路で大型車は愚か乗用車でさえすれ違いが困難である。 路線バスはふもとにある早川町乗り合いバスのバス停まで行く必要がある。赤沢の草分けとされる家は2軒あり、そのうち1軒は1274年、文永11年に来住したという伝承を持つ。また、赤沢の旦那寺である日蓮総長徳山明福寺は、もともと新言宗の寺であったが、百七十七年、日蓮の皇帝、日露との終始問答に負けて、 日練習に回収したとの由緒を持つことから、この時期には人家があったことが推測される。もう一軒の草明けが来住したのは1582年、天正十年とされ、1591年の県地町には17個の矢数が記載されている。県地町などからは、近世から現代まで個数30個前後で推移していることがわかる。江戸時代の早い段階で、隣の小川村、 工住村と一括されて、粉和高、十赤沢村として、公式の文書に登場するようになる。三村一括の状態は、1874年に、本立村赤沢区となるまで続いた。1889年には、本立村と鈴島村との間で組合村が成立したが、1911年には、解消。1956年には、 本立村の合併により、早川町赤沢となった。近世後半から第二次世界大戦前までは、三景客が多く、赤沢が最も栄えた時期と考えられる。人々は、三景客相手の旅館や食堂、案内役、荷物持ちのほか、七面山京神院への物資運搬、三信山と七面山との連絡役、林業、木工業などを制御としていた。赤沢は、 1993年に重要伝統的建造物群保存地区として選定された。地区の種別は山村、工住宿で選定基準は伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの。山の中原に位置する山間集落であり、家屋以外に畑や水場なども一体的な景観をなしており、街道の両側に 建物が軒を並べるという一般的な宿場町とは違った景観を形成している。建物の作りとしては座敷の2辺を囲む周り土間が特徴である。これは大勢の参拝客が一斉にわらじを脱いで家に上がれるようにとの理由からである。板吹石置屋根が一般的であるが、江戸や大阪屋といった主な旅館では大正時代にトタン屋根が導入され、 電県地区においても、その歴史的経緯から、トタン屋根が認められている。三延山、七面山山系は、自動車交通の一般改善は、三延山駆動寺から奥の院に登り、そこから赤沢に降りて一泊し、翌日七面山に登るというコースが一般的であった。江戸時代、庶民の物見さんが一般化する過程で客が増えたと考えられ、最盛期である、明治期には、 総個数40個程度の集落に9軒の旅館があった。最も客の多い夏の時期には、旅館だけでは客を止めきれず、旅館の蔵や周囲の民家にも宿泊したという記録がある。また、一番止まるのではなく、第一陣の客が何時間か仮眠の後出発すると、第二陣を止め、その後は第三陣と三交代で止めたという話も地元に伝わっている。しかし、 斜面山登山口までの車道が整備されると、参景客は、身延山を往復し、その後斜面山登山口に、バスで来て斜面山を往復して帰る、というコースを取るようになり、中継点である赤沢から客足が遠のくこととなった。利用客の減少や、後継者がいないなどの問題があり、1990年代前半に6件、あった旅館は2000年前後には3件に、減少。 2005年からは、営業を続ける旅館は1件のみである。平成27年国勢調査の調査結果。総務省統計局。2018年9月24日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年9月29日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年9月29日閲覧。読み仮名を。 赤沢とするサイト、ガイドブック等もあるが、ここでは、JP 日本郵便郵便番号検索早川町、赤沢での表記により読みが名を赤沢とする。ありがとうございます。